黄昏て渋い顔しちゃって、君らしくないぞ。何かあった？土日くらいもっと有意義に生きなきゃ。あ、そうだ、せっかくだから耳かきしてあげよっか。それで君の一日もちょっとは楽しくなるのかなと思って。耳かきしてもらいたい？わかった。じゃあ早速耳掃除を始めよう。ちゃんとすっきりしようね。いいよ、横になって。膝枕してあげる。おいでおいで、耳掃除してあげるから私の膝枕においで。頭がずっしりする。耳かきの道具は、ああ、ここにしまってあるね。さてと、ちょっとこっちにぐるっとしてくれる？右の耳を見せて。ほむほむ。それじゃあ、右の耳にお邪魔します。そーっと、そーっと入ってくよ。処理、処理。カリ、カリ。カリ、カリ。加減はちょうどいいかな？痛くない？了解。じゃあ続けようね。処理、処理、処理、処理。気持ちよさそうだね。おいしょ。よい
しょ。おっと。よいしょ。よいしょ。気持ちいいの？嬉しいな。このあたりがいいのかな？そっか。じゃあ、このあたりをもう少しやってみるね。処理、処理。狩り、狩り。処理、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 処理だ。ちなみに、渋い顔してたのは何か悩み事でもあったからなの？なんでもないの？なんか怪しいな。でも、喋る気になったらいつでも私に言ってね。続けていくね。カリ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 処理処理
り。シャリ。カ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 リッと。右耳は綺麗になったね。これでバッチリだ。反対側も耳かきしていこう。私の方を向いてくれる？さてと、左の方もきれいにしていこうね。どれどれ？じっとしててね。処理。処理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 っと、いっぱい取れてどんどん綺麗になっていくね。ちょくちょく見せるその笑顔が可愛いな。続けていくね。処理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 、よいしょ。
いいんだよ、じっくりくつろいで。普段私も君にお世話になってるわけだし、これはほんのお返しだよ。だから遠慮しないでね。もう少しで終わるよ。ん？なんか物足りなそうな顔してる。大丈夫だよ。耳かきならいつでもしてあげるからね。もう一息耳かきしようね。処理っと、綺麗になったね。よかったよかった。そう？うん、素直に私も嬉しいよ。え？耳かきされて気持ちよすぎてうとうとしてるんだ。じゃあしばらくの間寝てていいんじゃない？
私はそばにいてあげるから、たっぷりおねんねしていいよ。耳かきは、また耳垢がたまったらやってあげるね。おやすみ。いい夢見てね。はぁ、あのね、いくらお休みでも、お家でゴロゴロしてたらダメだよ。え、疲れてるの？なら少しぐらいはいいけど、よし、お姉ちゃんが君の疲れを癒してあげる。どうやって？そうだな、あっち向いてホイをして、負けた方が勝った方の言うことを何でも聞くっていうのはどうかな。 いきなりなんかじゃないよ。脈絡がありすぎて困る。絶対、多分、きっと。もももいいじゃない、たまにはこういう遊びも。ほら、早くやろうよ。最初はグーだからね。後出しは反則負けだよ。じゃあ行くよ。最初はグー、じゃんけんポン。よし、お姉ちゃんの勝ち。行くよ。あっち向いて、ほい。外した。次は絶対に勝つんだから。むむ、次行くよ。最初はグー、じゃんけんポン。あ、負けた。まだ大丈夫。ここをしのげばお姉ちゃんがきっと。えい。クス。わかったよ、わかりました。お姉ちゃんの負けね。君の言うことを何でも聞いてあげる。何をしてほしいのかな。耳かき？ふーん、耳かきなんてしてほしいんだ。耳垢が溜まってるのかな。それとも、お姉ちゃんの膝枕が目当てなのかな。嘘だよ、嘘。冗談だってば。機嫌を直して、こっちにおいで。お姉ちゃんが、優しく耳かきをしてあげる。はい、横になってね。何年ぶりかな、君にこうして膝枕なんてしてあげるの。なんだか、少し照れくさいかも。あれ、どうしてそんなにお顔が赤いのかな。まあ、こら、逃げちゃダメだよ。冗談だよ、冗談。じゃあ、耳かき始めるね。痛かったら言ってね。お姉ちゃんがいっぱい綺麗に気持ちよくしてあげる。まずは、右耳の縁からお掃除するね。くすぐったいかな。でも気持ちいいでしょ。こうやって先端の突起の部分で強く当てすぎず離れすぎないところで優しく引っかくの。これがとても気持ちいいんだよ。そーっと優しくコリコリって書いてあげる。ほら、どうかな？気持ちいいかな？
最初はくすぐったいけど、どんどん良くなってくるよ。もうなってるみたいだね。とっても気持ちよさそうにお顔がとろけてる。お姉ちゃんに膝枕してもらいながら耳かきまでされてるから、ドキドキして興奮しちゃってるのかな。かわいいなあ。もうもっとサービスしてあげる。次は耳の入り口をお掃除するよ。今度は入り口の輪を舌で舐めるみたいに丁寧に書いて綺麗にしてあげるね。ここも結構汚れがたまるんだね。硬くなった耳垢が一つ取れるたびにビクビクってしてる。気持ちいいのかな。ほら、お掃除されてる部分にだけ神経を集中してみて。気持ちいいって感覚だけをいっぱいいっぱい感じてね。こうやって耳かきをしてあげてると、君の小さい時を思い出すな。いつもお姉ちゃん、お姉ちゃんって可愛くすり寄ってきて。あ、もちろん今も可愛い弟くんだけど、最近あんまり一緒にいられなかったからね。お姉ちゃん少し寂しかったの。だからお姉ちゃん、今とっても幸せだよ。君にこうして耳かきをねだられて、してあげられることがとっても。昔みたいに話しかけてあげた方がいいのかな。弟くん、どうでちゅか？耳かき気持ちいいでしゅか？なんて。よし、入り口はこんなところかな。じゃあ次は中をお掃除するよ。入れまちゅねー。耳の中からいっぱい汚れが出てくる。たまにはお掃除しないとダメだよ。あらあら、気持ちよさそうな顔して。ここがいいんでちゅか？にょ、よいしょ。これなかなか取れない。にょ、優しくゆっくり丁寧に。取れた。え？
してないよ。もう何考えてるんだか。まあ男の子だし仕方ないよね。妄想くらいなら許してあげる。お姉ちゃん失格かな。じゃあ梵天でお耳をきれいに吐いちゃうね。え、梵天って何かって？梵天っていうのはね、裏の綿みたいなふわふわした部分のことだよ。まあ今じゃ綿棒を使う人の方が多いし、あまり知らないよね。とりあえずやってみるね。こうやって取れた赤のカスをきれいに入ってっと、よし終わりと思ったら大間違いなんだけど、メインディッシュは大切なんだよ。最後にお姉ちゃんがゆっくりきれいになった君のお耳を完璧にきれいにしてあげる。優しく気持ちいい程度にお耳をお姉ちゃんが吹いてあげるね。なんかむちゃくちゃ緊張してきた。いい？行くよ。あら、どうしたの？そんなに前かがみになっちゃって。変な弟くんだね。まあいいや。次は左耳のお掃除をするね。反対側を向いてお姉ちゃんの膝の上に横になって。え、太ももの間に挟むような形がいいの？いいけど。息ができなくても知らないよ。なんだか恥ずかしいけど、どうぞ。少しくすぐったいね。それじゃあまたお耳の縁からお掃除を始めるね。こうやって、こうしているとなんだか君の彼女さんになったみたい。それともお母さんの方が良かったかな。気持ちよさそう。さっきの話だけど、お姉ちゃんは君がなってほしい方に
今はなってあげる。お姉ちゃんを好きにしていいのよ。なんなら彼女にでも。なんて。あれ？君のお顔が真っ赤だよ。なんでかな？なんでかな？まったく、お姉ちゃんを喜ばせちゃって、お顔が緩んじゃうよ。そんな君には、もっとサービスしてあげないと。次は、入り口をお掃除するわね。そーっと入っていくね。どうかな？気持ちいいかな？あらあら、鼻の下が伸びてるわよ。まったく、仕方ないんだから。何歳になっても甘えん坊さんなんだね。ここかな。取れた取れた。入り口も放っておくと汚れちゃうから、きれいにしないと。さて、次は中のお掃除をするわね。君は中をいじられるのが好きなんだね。耳かきを中に優しく入れてかき回すとすごく気持ちよさそうな顔してる。そんなに気持ちよさそうな顔してるとお姉ちゃんもやりがいがあるし、とっても嬉しいよ。お姉ちゃんでもっともっと気持ちよくなってね。こうして、あ、大きいの見つけた。とっても硬くなっちゃってる。じっとしててね。お姉ちゃんがすっきりさせてあげる。あ、これ、なかなか取れない。大丈夫？痛くなかった？そっか、よかった。それじゃあ、梵天で耳をふわふわしちゃおうね。
し。最後はまたお姉ちゃんの息で綺麗にしてあげる。いくよー。気持ちいい？じゃあ最後にもう一回だけサービスしてあげる。お姉ちゃんの気持ち受け取ってね。よし、綺麗になった。これでおしまい。少し名残惜しいけど、また機会があったらお姉ちゃんが耳かきしてあげるからね。じゃあそろそろお夕飯の準備しよっか。お疲れ様でした。もう少し味を濃くした方がいいかな。あ、おかえりなさい。お湯加減は大丈夫だったかな。そっか、よかった。もうすぐお夕飯できるから食器を出しておいてくれるかな。なんだかあれだよね。普段はあまり意識してないけど、こうやってお母さんたちがいない時になると思うの。いつも家事を全部一人でやってくれてるお母さんにもっと感謝しないといけないねって。まあ当然のことなんだけどなんだかお姉ちゃんと君、新婚のカップルさんみたいだね照れない照れない。あなたって呼んであげてもいいんだよあーなーたなんて憧れるな。さっき耳かきをされてる時の君、とっても可愛かったよ。大きくなってもそういうところはあまり変わらないんだなって少し思った。だけどもう少し普段からお姉ちゃんとお話くらいしてくれてもいいと思うんだ。君の普段の生活とかそういうの全然知らないから。家でのことは当然わかるけど、そのなんていうか、なんでもないよ。それより何か趣味とかあるの？ふむふむ、じゃあ好きな人は？おうおう、え、いや別にたいはないんだよ。ただ弟のそういうところはお姉ちゃんとして知っておかないといけないっていうか、つまりそのあれだよ、ほらあれ、うん、あれだよあれ。うるさいな、気になったんです。仕方ないでしょ。バーカバーカさて、料理できたよ。盛り付けていくからテーブルに並べてね。あ、こら、つまみ食いなんてしたらダメでしょ、お行儀の悪いまあ今日くらいはいっか。食べる前に手を洗ってくるんだよ。あら、もう洗ってきてたのね。えらいえらい。よしよし、なでなで。それじゃあ椅子に座っていただきますの挨拶をして一緒に食べようね。せーの、いただきます。どうかな、口に合うかな。これでも料理は得意なんだよ。今日は君の好きなハンバーグを作ったの。昔から大好きだったもんね。
お母さんよりは下手くそかもしれないけど、精一杯お姉ちゃんの愛情を込めたから、味わって食べてね。お姉ちゃんだと思って食べてもいいんだよ。本気にしないの。鼻の下がまた伸びてる。まったく、可愛いんだから。でも、美味しく食べてくれてるみたいでよかった。しっかり噛んで食べるんだよ。君も大きくなったよね。昔は私よりも小さかったのに、身長も私より大きくなっちゃって、体つきも私よりしっかりして、たくましくなった。お姉ちゃん嬉しいよ。これからもずっと仲良くしてね。君のこと、お姉ちゃん大好きだから。ご飯美味しかったね。後片付けしなきゃ。ねえ、今日はお父さんとお母さんは旅行でいないわけだし、お姉ちゃんが添い寝してあげようかなとか思ったり思わなかったり、そのほら、まだ話足りないかもだし。いいの？あ、じゃなかった。仕方ないな。お姉ちゃんが添い寝してあげる。片付けが終わったらお布団敷いておくから、歯を磨いて一緒にお休みしましょう。待ってるから早く来てね。こっちだよ。もう何を恥ずかしがってるの？え？お姉ちゃんの方が恥ずかしがってた？それは今日みたいなのは久しぶりだったし、でも今日はずっと君と一緒にいて、もう恥ずかしさよりも嬉しさの方が上というか、君に添い寝してあげたいなって思っちゃった。だからいいの、一緒にお休みしましょう。お姉ちゃんね、こんなに可愛い弟を持てたことがとっても幸せ。
この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッド評価をお願いします。今回の作品の MP3 は、概要欄のリンクからダウンロードできます。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。